第96回選抜高校野球大会準決勝報徳学園4-2中央学院30日甲子園球場準決勝第2試合で報徳学園兵庫が中央学院千葉を下し2年連続の決勝進出を果たした2002年以来22年ぶり3度目の選抜制覇にあと1勝と王手をかけた2枚看板の一角 先発のマギホ、3年、が8回3分の2を投げ2失点で後番も117玉の高騰。最後は9回2死に、3塁のピンチで準々決勝の大阪桐蔭戦で完投したけさ丸弘樹3年、が締めてゲームセット。明日の決勝、31日、では群馬県勢初の選抜部位を狙う県大高崎、群馬、と対戦する。 打線は中央学院先発の臼井を相手に1回に早くも先制。先頭、橋本勇希2年、がヒットで出塁すると、福留まれぞ3年、の送りバントで2塁へ。このチャンスに西から4番、斎藤佑生3年、の先制タイムリーを放った。先発の間際は1回、2回を3者凡退で切り抜け、 3回は西から味方のエラーで出塁を許すが2塁を踏ませず。だが4回は内野安打とバントなどで西2塁とすると、初戦から3試合連続ヒットをマークしている5番、操作にタイムリーを打たれ1対1の同点に。同点に追いつかれた直後の4回、先頭、安井す樹、3年、がヒットで出塁すると、相手の牽制役送球からバントと死球で 1C1、3塁のチャンスに。 一塁ランナーが盗塁で二、三塁とすると辻本優也、三年、ガライト前へのタイムリーで勝ち越しに成功。さらに先発、牧野スクイズで三一とリードを広げた。五回は一死で四番、斉藤がヒットを放つと二死から盗塁を決め、六番山岡淳平、二年、のタイムリーで四の一。打線の援護を受けた牧は、 5回と6回はヒットを許すも後続を抑え、7回は三者凡退を無失点を刻んだ。だが8回は1番、青木の二塁打でピンチを招くと、西二塁で3番、水島にタイムリーを浴び4-2と2点差。9回は先頭の殺さにヒットを許した後、西から二塁打を浴びに、三塁のピンチを招くが、最後は今朝丸に交代し後続を打ち取ってゲームセット。 昨年は決勝戦で山梨学院に3対7で敗れ、あと一歩のところで涙を飲んだ。今大会は1回戦で愛工大名電、愛知を延長タイブレイクの末、逆転サヨナラで勝利すると、2回戦で上総学院、茨城、26マイナス1。準々決勝では5度目部位を狙う大阪桐蔭、大阪、24対1と快勝。この日の準決勝は、 春夏通じて甲子園初勝利から初の4強と勢いに乗る中央学院を破り昨年の雪辱に向けあと1勝とした。